地球家族のご縁種プロジェクトの始まり始まりということで、何が始まったのかと言いますと、僕の手元にご縁で集まったいろんな種、これをみんなで分かち合って、みんなで自給自足と言いますか、地球とつながる命が調和する暮らしを作っていけたらと、まあ、そういうプロジェクトになっています。まあ、この2年半ぐらいの間、ここの畑や田んぼでいろんな種を取りました。もともとは友達や先輩からもらったものや、多くは野口の種という種屋さんで在来種とか固定種と言われる種を買って、そして種取りをしたものです。ちゃんとした種が欲しい方は、そういう種屋さん応援の意味も込めて、買われるといいと思います。野口さんご自身が一度種を買ったらもう買わずに種取りをしてくださいと、おっしゃっているような方なので、こういう取り組みもいいのかなと思いました。春の種まきが近づいてきましたが、皆さん計画は立てているでしょうか。僕はこのように、ぼちぼち考え始めました。うちの畑はね、円形なんですね。春の種まき、楽しんでいこうと思います。本当こんな小さな種が大きくなって実りをもたらしてくれるという自然の奇跡ですよね。この自然の神秘と当たり前につながれる人に私はなりたいということで、副題にしましょうかね。自然の奇跡と当たり前につながろうという、ニョロニョロの副題で、つけておこうと思います。先人はこの種をまいて、そしてお世話をして収穫して、でまた種を取ってまいてという、循環の中にあったわけですよね。僕もそういう暮らしがしたいなと思っています。種の紹介をしましょうか。ここにある種は一覧を概要欄に載せておきます。で申し込みの方法も載せておきます。こういう種が欲しいということを送ってくださったり、畑を始める方のためにお任せセットというのも作ろうと思います。そして、お金ですが、設定しません。もし応援の気持ちがあれば、送ってくだされば嬉しいです。種を受け取っていない方もこういう活動に、カンパしたいという方は送ってくだされば大切に使わせてもらおうと思っています。はい、ということで、種ですが、いっぱいあるので一部だけ紹介しましょうかね。夏野菜の種たち、ミニトマトだけでもいっぱいあって、イエロートマト、ブラックトマト、マイクロトマト、これは小さな実がポコポコなります。原種に近いためか結構強いと思います。ボルゲーゼトマト、これケチャップ作りで紹介したトマトですね。トマトのような実で食用ホオズキ、これフルーティーで子どもたちに大人気。冬に一旦枯れますが、春になって芽生えましたね。多年草なんですね。翡翠ナス、これ種取りで紹介した青ナスです。このチャンネルを見てくださっている方にはおなじみの新土富士かぼちゃ、これコンポスターのこぼれ種で育ったかぼちゃですね。白川砂糖かぼちゃという、こういうかぼちゃです。あと三重の種取り人の池添雄一さんと種取り正美さんからもらった大鶴首かぼちゃ、でっかいかぼちゃ、自給にいいですね。色川黒ささげ、ここ色川でおばあちゃんがずっと種を取っていたというものを友達がつないだものです。小豆のダイナゴン、ささげや小豆であんこを作ると美味しいですよね。こんな色のトウモロコシとか、はい、いっぱいあります。よりどり緑。次にお米です。田んぼをされる方は畑よりも少ないと思いますが、主食としてのお米作り、やっていけたらと思います。見てくださっている方にはおなじみの種取り正美さんからいただいた、で種を取った、いろんな種があります。赤米、黒米、海外の稲たち、例えばこの種の由来は栃木県の上野長一さんといういろいろ米を作られている方。僕もね、混食で、ぐるぐる渦巻き状に
植えた、そして収穫したものですね。はい、うちでお分けできるのはだいたい40種類ぐらい、特徴を捉えて種を取ったものがあります。まあ、こうして我が子のようにアルバムにしています。まあ、これも見れるようにしておこうと思います。まあ、今年もですね100種類ぐらいの種をねもらいました。またこれも育てていこうと思っています。すごくね見た目が綺麗な稲がいっぱいあるんですよ。なので食べるためもあるんですが、まあ、見るためとして、まあ、植木鉢であったり火鉢などで育てるといいと思います。種を受け取った方は、育てて、ぜひまた種を取ってみてください。そして、まあ、欲しいという方がいたらおつなぎくだされば嬉しいです。あと畑のやり方ですが、まあ、僕は自然農に近いやり方でやっていて、まあ、皆さんもできたら農薬や化学肥料は使わずに有機肥料も、まあ、循環の見える形のものを使ってくださると、まあ、地球や命にとっていいかなと思うので僕は嬉しいです。はい、ということで地球家族の五円種プロジェクトでした。楽しんでいきましょう。ということで一旦ここで一区切りにして、もう少し、僕の思っていることを深くお伝えしようと思います。まあ、時間のある方だけ、聞いてくださればと思います。まあ、地球家族の五円種そうだねということで、まあ、ちょっとダジャレのようにして、ネーミングをつけているわけですけども、僕は地球家族のご縁で平和に暮らしたいと願っています。今世界では戦争の火が燃え続けていますよね。その渦中にある人たちにどうか平和が訪れるようにと願うばかりです。そして、まあ、僕の心の中にもある、戦うという心を沈めていきたいと、まあ、切に、そう思います。まあ、人間同士、いつからこう戦争するようになったのかなとずっと考えています。まあ、先住民と言われるような人たちが暮らしていた時代、集団で争った形跡がない、つまり戦争がなかった時代と言われていて、まあ、例えば日本においては縄文時代のような、まあ、1万年以上そうして平和に暮らしていた時代が、あったと言われています。そして西暦でいうと、まあ、0年以降、まあ、弥生に入ってからは、まあ、戦争があって、集落も敵を想定した作りになってきたということですよね。稲作が始まってお米が富として生まれて身分階級ができて戦うようになったと、まあ、そういう指摘もありますよね。まあ、そういう物質的な側面もあると思いつつ、まあ、僕は人間の心にはもともと思い合って助け合う心もあれば敵対し合う心もあるんじゃないかなと、どちらも選択可能なんじゃないかなと思っています。まあ、戦うとすればどうして人間同士戦うんでしょうか。誰しもが裸で生まれて裸で帰っていく存在、お母さんから生まれた大切な命、今はへその緒というのは切れてなくなっていますけども、これが見える形であるとすれば、そのへその緒をずっとたどっていけばみんなお母さんに帰り着く、そのお母さんもずっとずっとたどっていけばそのお母さん、そのお母さんというふうにたどっていけばみんな手が触れ合うと僕は思っています。そしてずっとずっとたどっていけば人間だけじゃなくて生きとし生ける者たち全てにつながっていくんじゃないかなと思っています。これは命の絵、前にも映像で紹介しました。大昔に海の一角で天と現れた命がいろんな姿形になりながら命をつないできて、そして僕たちは人間となって今生きています。この色とりどりの命たちは、僕は母なる海、地球から生まれた兄弟姉妹たち、地球家族だろうと思っています。まあ、お互い食べたり食べられたり弱肉強食のような面がありつつ、一つの大きな命をずっとつないでいる、生かし合っている存在でもあるんだろうと。全ての命がつながっていて地球家族と思えた時に平和に暮らせるんじゃないかなと、僕は思っています。先住民の人たちの暮らしを想像します。
みんなで輪になって分かち合って平和に暮らしている様子、まあ、僕は少しだけ垣間見たかなということがあって、東ティモールという国を訪れた時のこと、カンタティモールというものすごく感動的なドキュメンタリー映画があって、まあ、その監督の広田なっちゃんサダムさんと一緒にティモールを訪れました。その時にティモールの人からいろいろしてもらって、僕や妻がありがとうありがとうと言っていると、ありがとうと言わなくていいんだよと、僕たちの言葉にはありがとうがないんだよと言っていました。これはちょっとびっくりしましたね。世界各地の先住民の言葉の中にありがとうがないということを頭では知ってはいましたが、それに触れるのは初めてで、ティモールはポルトガルの植民地だったので外来語でありがとうはあるんですが、もともとはなかったと。この日本語で言うとありがとう、まあ、この言葉僕は好きなんですが、ありがたいと書きますよね。あることが難しい。でこれが当たり前だったとしたら、まあ、この言葉自体も必要ないということで、あとですね、おじとかおばの言葉がなかったですね。なので自分のお母さんの兄弟はみんなお母さん、お父さんの兄弟はみんなお父さんと呼んで大家族のようにして暮らしていました。まあ、そんな他を分けない地球家族のように暮らしているという、まあ、そういう価値観で自分も生きていきたいなということを思っています。まあ、人間なのでできるだろうと思って、みんなでそういう世界を目指していきたいなという思いでいます。ということで、これは地球家族のご縁だねプロジェクトでした。